戦争の結果を受け入れるというロシアのコメントを改めて考えさせられた。そうなんですよね。火事場泥棒をしたとしてもその時に取った利権は手放さなければずっと持ってられるっていう。じゃあ今その韓国が竹島を占有してるわけじゃないですか。多分ああいう感じで、じゃあ佐渡島取りましたとか対馬取りましたで実質的に占有されて、これは戦争したんだからその報酬ですよっていう形になると、多分もう取り返せなくなるんですよ。ロシアとか北朝鮮とか中国っていうのは日本と戦争するメリットがあるんですけど、アメリカにはその守るメリットが全くないので、まあなかなか厳しいですよねと。はい、現に取り返せてない。その丸山さんのその発言自体は良くないとは思うんですけど、戦略として僕丸山さんがそれなりに頭いいなと思った部分もあるんですよ。いいか悪いか別にして、丸山さんは日本を戦争に持ち込みたいと思ってたとするじゃないですか。戦争した方がいいよねって言ってる国民の割合がある程度増えることが必要なんですよ。北方領土って話し合いで帰っていくことはまずないんですよ。その北方領土返せって言ってる人たちに話し合いで解決はできないですよね。返してもらうには戦争しかないですよねって言った場合に、じゃあ戦争でもいいから返してほしいっていう人たちが出てくる可能性があるんですよ。そうした場合って北方領土を返してほしい人たちは戦争賛成派になるし、次にその北朝鮮の拉致被害者の人たちにずっと話し合いをしてたけど拉致被害者の人たちって帰ってこないじゃないですか。でそれがじゃあアメリカだったら北朝鮮爆撃したり特殊部隊を送り込んで拉致された人を返還とかやるわけですよ。日本も軍隊を北朝鮮に送り込んだら拉致被害者帰ってくるじゃないですか。なので軍隊を送りましょうっていうのを拉致被害者の遺族だったり家族の会の人たちが言い出すっていうパターンを作ると、その日本国内の中で戦争に積極的に賛成するグループっていうのがちょっとずつ出てくるんですよ。割とその在特会みたいなアジア人を下に見ている人たちが、じゃあその韓国中国は国交断絶して戦争でもしちゃえばいいじゃんみたいなこと言ってる人たちもいるわけですよ。そういう感じの人たちがだんだん増えてくると本当に戦争って始まるんですよ。比率の問題なので投票って。丸山さんが長期的に本当に戦争したくてやろうとしてるんであれば、北方領土を返してほしいと思う人たちを口説くっていうのは戦略としては正しいと思います。酒飲んでメディアの前で喋っちゃダメだよねそういうのはこっそり裏で話すべきことで、メディアの前で喋るとかって最悪だと思うんですよ。メディアって何か美味しい一言を拾ってそれで記事を売って金を儲けたいと思ってる人たちじゃないですか。だからメディアの前で言っちゃいけないことを言うってやっぱちょっとダメだと思うんですよ。あの人そこまで考えてないと思うよ。多分アル中なんじゃないかなあの人ね。はい、というわけでタイトルは回収したので、はい、今日はこんなところでした。はい。